ティーチャークーボー、ティーチャークーボー。まあ稼いでるってことは、まあその人にお金払ってるお客さんがいるわけですからね。まあトレードとかはちょっと違うけど、まあビジネス商売やってる場合はね、さっき僕これ買ってきましたけど、セブンイレブンが儲かるっていうことは、僕がこのパンを買ってる、消費者がこういうね買ってるからですよね。こういうの買ってるからこういうの買ってるから儲かるわけで、買わなくなったら儲かんないですからね。そう、だからそのお金って降ってくるわけじゃないので、だからその儲けるってことは何か提供してるってことじゃないですか。そう、もちろんそのなんだろうな、先ほど言った通り FX とかその株とかそのトレードに関してかは誰かに提供してるっていうわけじゃなくて、為替を読んでそのなんですかね、まあもうなんか言い方変えるとなんかあるのがわかんないですけどね。その自分がエントリーすることによって、そこでエントリーすることによって、自分が負けることによって勝ってる人に利益を分配してるみたいなものは言いようですけど。まあまあまあ、普通のそのなんかそのコンテンツビジネスでも物販でも、まあ物、情報を教えるのか、まあ商品を提供するのか、まあどっちでもいいんだけども、ビジネスで稼ぐっていうことはすごく結構大事なことだと思いますけどね。もはやいいことだと思いますし、もしそのコンビニで商品を売ることが悪いことだ、儲けることが悪いことだっつったら、僕はこのセブンイレブンでコーヒー飲めないので、いや、お客さんにお金もらうことは悪いことです、コーヒー提供できないですねコーヒー飲めないですね。お客さんからお金もらうことは悪いことなんで、ラーメン作れない寿司提供できない、何も提供受けられないですね。いってらっしゃい。